前回ロングストローククランクを組みました。なのでカムチェーンを変更します。 50cc の82リンクから84リンクになります。後で外すことになりますが、一回入れてみます。カムチェーンテンショナーも入れて、スルスルリンコ。スタッドボルトを入れるのでタップでさらえます。ケースをブラストにかけた時のメディアがちょっと残ってました。先にやっとけって話。スタッドボルトにはスウェットコンパウンドを塗ります。焼き付き防止で少量塗ります。バラすこともないと思うけど、まずは手締めで入っていきますね。ダブルナットで本締めします。トルクはまあ感覚で。今入れているスタッドボルトも下部90径の長さ 69mm のシリンダーに対応したものになります。 50cc のスタッドボルトだと長さが足りません。これがロングストロークシリンダー。直径47ミリのピストンで69ミリのシリンダー長です。これを 88cc キットとして売るのはやばいでしょう。まあでもノーマルクランクでショートストロークの 88cc よりは扱いやすいのではないかと思います。横型エンジンボアアップの最適解は私にはわかりませんが、悪くない選択だと信じたいです。クランクケースを割りたくなければ、直径52ミリのピストンでシリンダー長63ミリのキットで組むことになります。ノーマルヘッドクランクの 72cc ボアアップも悪くないですよ。オイルストーンで軽くバリ取り。オイルストーンじゃなくてペーパーでもいいです。軽く撫でるように。ピストンリングアイ口も軽く撫でます。まあこんなもんやろ。ピストンピンの C クリップを片側だけ入れて、ピストンリングをはめるの苦手です。ピストンリングの正しい入れ方じゃないかも。不安な人は工具買ってください。全部入った。クランクにピストンを取り付けていきます。ピストンピンにオイルを塗って軽く反差し直して、手押しで入った。抜け止めの C クリップを入れます。ラジオペンチで掴んで回しながら入れます。今回入れるのが楽なタイプで良かったです。この形は飛ばして行方不明事件になりやすいです。
ラジオペンチで持てばあっさり入ります。絶対やだ。シリンダーの内側にオイルを塗ってペーパーかけます。こんなのでクロスハッチなんてつかないので清掃のつもりです。一応気分的にやりましたが、やらなくても良いと思います。メスで軽く拭き取ってからパーツクリーナーで洗い流します。ここまで作業しても中華だからどうってのはあまり感じませんね。見る人が細かく見れば気になるでしょうけど、普通の部品です。シリンダーにオイルを垂らして組んでいきます。一応正しく購入したつもりなのですが、これで仮組みします。ピストンがすっ飛び出てたり引っ込んでたりしたら、何か部品の調達にミスがあることになります。仮組みだからガスケットとか何も入れてないです。けどカムチェーンついてるとクランク回すとき邪魔だな。一点取っちゃうか。回しづらいんでフライホイールつけて。まあこんなもんやろ。ヘッドをつけてもスタッドボルトはちゃんと出てるね。中華もの多分これらで出かってるから仮組みでチェック。大丈夫だね。仮組みしたヘッドとシリンダーを外して作業を進めます。作業順があれですが、クラッチ周りを組んでいきます。これも中華強化遠心クラッチ、格安。いろいろついて3390円。これはノーマル。中華なので一応事前に分解してチェックします。でかい C クリップを外せばバレてきますね。まあこんなもんやろ。この変なワッシャーみたいなのがクラッチメイトです。ノーマル 50cc だと4箇所に4枚ずつですが、これは7枚入っています。ノーマルより強くクラッチプレートを押し付けてくれます。しかしこの仕組みはほんと天才的よな。この自動遠心クラッチの発明は偉大すぎます。遠心力でこの板が動くことによりクラッチがつながります。変な引っかかりとかもないです。特に変な切り子とかの侵入はないですね。一応清掃しクラッチ盤にオイルを塗って組み立てます。
オイルを塗ってますが、カラカラに乾いている感じでもないので、工場の段階で染み込ませてあるのかもです。まあ塗っとけばいいでしょう。最後に C クリップを入れて完了。取り分ギアを入れていきます。先にギアをはめちゃってからの、入ったかな。クラッチのワッシャーと回り止めはホンダ純正部品を取りました。これらは中華付属品は使えませんでした。このワッシャー、アウトサイド、と刻印された側が外に来ます。回り止めを入れて、専用の平ワッシャーを入れます。その上から、ロックナットを入れます。適切に締める、締める、締める。イカみたいな形の部品は強化クラッチキット付属品を使用。もう蓋をしちゃうのでガスケットを入れます。クラッチアジャストスクリューなども強化クラッチに付属のものに変更しました。均等に締めていきましょう。今回はここまで。次回でヘッド周りと顔アレポレしていきます。高評価といいねだけがモチベーションです。あとチャンネル登録もお願いします。